さあ追い込んだホールトン、このピンチも脱することができるか。詰まったがセンターへ、これが抜けていった。宮田さんに割るバックホーム、クロスプレーはどうか、倒したがアウトだ、アウト。田上ボールはしっかりと握っていました。センター長谷川から好返球、そしてキャッチャー田上の好ブロック。リンデンもものすごい勢いで最後もう突き飛ばすような感じでしたが、田上よくブロックしましたね。まあいいブロックですね、長谷川のナイス送球でした。詰まった、これは1点やられたかというようなそんなところでしたが、長谷川、まあ、長谷川の、ね、送球もあそこではないとアウトにならないかなというようなところでしたね。まあ、いいところ投げましたよ。見事、まあ、この田上ピッチャーも助けました。2回の表イーグルスの攻撃は無得点で終わりました。